はい、今日はどうもありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、いかがでしたか、今日こちら3人がこういう形でやるというのは。なんか今回即興だったんですよね。そうですね。結局、最初岡田君と僕のソロ、そうね、です。お互いのソロをやろうって話をしたんですけど、僕のアルバムにも岡田君には参加してもらってるし、とはいえ2人で、歌物なんで僕の曲はほとんど。そうですどうやってね。やろうかなみたいな形だったんですけど、で、それで歌とギターとドラムボーカルとか、ちょっと渋すぎるっていうか、ホワイトストライプスとかそんなになっちゃいますもんね。だからどうしようかとか言っ て、確かにね。で、思い切って、なんか、インストでやるならもうボンと一回、完全にフリーで一緒にやるとかっていうのは結構やったことなかっないたでね。すね。だからなんかそれで、ポッとやってみましょうよみたいな感じでやりたっていう感そうじですね。でも岡田君がいつも結構こう突拍子もないというか、そういうアイディアを前進させてくれるので、岡田君がやろうって言ってくれるなら多分できるだろうなと思って、僕は割とインプロほとんどやったことがないので なんか楽しかったです。でも、なんか結構ポップスやってても繰り返さない人みたいなところがあるから、なんかきっと楽しいだろうなみたいなのは、優雅ちゃんドライブとかもね、何も決まってないですもそうんだよね、ね。毎回。確かに。何も決まってないんだ。何もってことはない。でもいつもこうね、語弊があるお互いのリズムっていうか流れああ、まあとか起ね。伏でみんそうなだでね。こうそうジャでムすね。ジャムの延流動長的にみたいな。波のように、川のように。そうだね。リハしない曲もあるしね。そうですね。そのあ千葉えて。ひろきさん、今日はフィーチャリングでね。千葉さんを今回お迎えしたのはどういう流れで？他にいなかった、みんなダメだった。そうだね。そうそうそう。そんな消極的な。しょうがない、しょうがないから。いや、もうなんか。理解力がすごい、僕らのことも理解してもらってるし、確実に千葉君では良くなるっていうことはもう、思ってました。恐縮です。良くなるとか助けてもらう。お互い様ですね、それは。広くね、この3名は、その今名前も出たんですけど、優雅さんのこうバッキングをやってる3名、この3名に鍵盤のあとうるさい人がいますね、本当谷口は。優君を入れて だからおなじみの3人という言い方もできますけど、そもそもどういうようないきさつで3名は出会われたんですか？そうね、まず、あれ、岡田君と千葉君が最初に優雅ちゃんをやってたよね、2人ね、僕が入る前に。そう、そうだっどっけ？ちが先なのかいや、なんかそこ結構優雅ちゃんいろいろお試し期間でいろんな編成やってましたよそうなのか。そうだね、最初、俊ちゃんがね、石若俊がドラムやってたし、そんな時期もあるあ、でも、その前はね、また別のバンドだったから、そうでああ、すそっね。か、岡田君もいなかったから、だから、で、アルバム撮るって時に割と、そうだね。のアルバムでアルバムが出たタイミングで割とここが揃って固定になっていくって感じですね、そうそのだツね、アー僕で。が誘ったんだよね、そう、千葉魔君に法誘っで。てもらって、その魔法は曲によっては、ね、岡田君プロデュース、千葉君プロデュースなので、その千葉君プロデュース曲にそれを呼んでもらったのかな、だよね。で、僕は神谷さんのサンプルだけもらったみたいそうそう、大太鼓の音だけ使ってきた。取る暇がないとか言っそうてだね。でしたね。ということは、神谷君と千葉さんが一番最初からの付き合いってことですか？さっき調べたら2014年でしたね。ね、もう7年前の、矢野顕子さんのツアーになぜか2人呼ばれるっていう。そこが初めてなんですか？初めて。その時、セブヒロコさんの、バックミュージシャン、あとその後ろでいろんな人とやってて、セブさんも。で、千葉君も僕も違うタイミングでやそうってだたよね、ね。そうだね。そのなんか流れも少しあったみたいな感じがするけど、千葉君と初めて矢野さんのリハーサルで会って。そうだったね。矢野さんどうでした？いや、厳しい人だけど、いい人、すごい。ね、
リハしてくれないからね。あ、そうそうそう。リハどういうことですか。だからね、うん、2日抑えられて1日 8時間だったんだけど2時間で終わったっていう、はい、それが2日間だ座りはで、すごい仕上がってるんだ、うん、もう私がた、まあ、矢野さんがもうドンとしてるんで、うん、僕らも、うん、もういいよねっつってどんどん次に行っちゃうって、そう、かっこいい、に行っちゃう、そうそう、で言えなかったんだよね、もう一回やりたいっすって言えなかった、ね、言いたかったもうあと1回ぐらい言いたかった何にも言えなかった。でも矢野さんとしてはその千葉さん、はい、神谷さん一緒にやりたいっていう矢野さんからの、いや どうなんですかね。まあ諸説あるよね。諸説 あんまこうはっきり聞いてなくて、俺もはっきり聞いてない。まあ、なんか矢野さんと同じイベントに出たことがあって、うん、終わった後になんか元気がいいね、あの彼はって言って、なんか挨拶しに来てくれたらしいんだけど、俺帰っちゃってて、そうなんだっていうのは一回あった。あまあまあ元気が良かったんで、この話はまあ そうです、ね、そんな慣れ初めです、はい、でもお互いにじゃあその神谷君と千葉さんはもうその矢野さんの現場で会うより前からお互いのことは見聞きというか、あ、まあ、もちろん、うんうん、どんなような印象をお互い持っていました。うーん、まあそう、ね、僕はなんかそれこそ権藤さんだったりとか、あと、まあ、それこそ大友さんとかもやってたのかな、あの頃。あん時はまだそんなに、うん、そこそこすごいなんか僕の中で実験的なことをしながらも、まあ、ポップスもやってるしすごいこう、うん、気になってる人で、うん、僕逆にその実験音楽っていうのをこうやったことがないというか家で一人で遊んでたぐらいなんで、うん、ちょっと緊張してましたね、なんかそれでいいの話、うん、あ今日あ今日はそんな日や、今日、うん、その会う前に、ね、すごい難しい人なんじゃないかなと思って、すごい緊張してました。確かに、うん、ね、いや楽しかった、ね、楽しかったあれはね、うん、千葉さんはえ神谷さんに対してはね、赤い靴っていうユニットをやられて、うん、それでも知ってましたね、うん、っていうか一回ねそれ挨拶だけしてんだよね、その矢野さんの現場で会う前に。そうなんだっけ。大地君、伊藤大地君と2人で近所で赤い靴がライブしてるから行こうよっつって、あ、そう、リハ中にちょっと行ったんだよ、遊びに。そうだったんだ、うん、覚えてないと思うけど。全然覚えてなかった、うん、そうだし、そうか、そう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 、いや、そうなんですよ、そんなんで知ってましたね、うん、はい、岡田君に対しては千葉さんはどのタイミングでですか。あ、あったのですか。はい、だから優雅バンドだよね。そうですね、そこが初めて、そう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 、魔法を出す、セカンドアルバムの魔法を出す前かな、うんうんうん、くらいからちょいちょい入り始めててっていう感じでした、ね、そうだね、うん、岡田君は多分2人よりも年齢今なんか一番若いと思うので、はい、ね、一応2人に対してはどうですか、ミュージシャンとしてどういうような印象を持っていましたか。でも2人とも本当思い出深いというか、なんだろう、ず結構印象に残ってるあのプレイヤーで、もう会った時にも話したんですけど、だから結構ガチガチで、僕 あの人知ってる人だ、聞いてる人だとかっていう、なんか神谷さんは僕、まあ、高校普通の高校生活をもちろん送るんで、ビレッジヴァンガードとかも行くから、でなんかビレッジヴァンガードのこのテレビでえらいいいドラムの音するなとかって思ってたのが、大橋トリオが出たばっかぐらいとか最初の方の頃で、でなんかあの頃ああいうボスっていうあのマット・チェンバレンみたいなスネアを叩く日本人っているんだとかって思って、それで結構印象深くて、うん、ですそれで CD 買って聞いたりとかしてたんですよね、うん、で高校生だったの。そうですね、はい、で本当千葉さんはジモルークのライブ行ったか、うん、まああそこ、うん、スーパーデラックスとかでやったりすると、うん、よくいて、でまあすごいストイックな印象があって昔髪も長かったりして、すごい怖いイメージがあったから、初め会う時
ビビりながら行ったんですけど、ジムさんの時はよくバイオリン弾いたりとかやってましたよね。そうだね、ジムバンドはバイオリンでしたね、うん、まあ2回ぐらいしかやってないけど、っていうことは僕、うん、多分その2つを見に行って忘れて、毎回2回とも千葉さん行ったんで、うん、いやいやいや2回見てるんで、ですです、うん、そんな感じで、うん、こういう感じです、僕は。今ちょうどマット・チェンバリンの名前出たけれども、はい、岡田君の方からドラマーの、やっぱ今日 の, そのライブ見ていて、うん、さっきもちょっと名前出たけども、まさかですよね。だからフレッド・フリス、フレッド・マー、ビル・ラズウェル、うん紐つけますねいやちょうどうまいことこう恐れ多いですねっていうなんか、まあ、特にそのね、あの長尺の方の曲2曲に関してやっぱりそういうイメージあったけども、うん、なんか今日の、まあ、特に、まあ、即興とはいえ何かイメージしていたものっていうのはあったんですか、そういう音楽的にというかアンサンブル的にありました。でも本当何が出てくるか分かんなかったから、うん、何も考えてなかったけど、まあ、自然となんとなく形になっていくっていうか、うんうん、まあ、ちょっと初め演奏する前にサウンドチェックでポンポンポンってやった時に、うん、あ全然いけるなって感じだったから、うんうん、多分どっちにも転がれる、なんだろう、エクスペリメンタルな音階ないところもいけるし、うん、でみんなポップスのメロディーも書き下だから、なんだろう、楽曲的なことしてもそこにすぐ反応してついてきてくれるなって感じがしたから、もう何やっても安心だなって感じでやらせて乗っからせていただきましたが、いや僕が乗っかりました。いやいや僕は乗っかりました全員乗っかれて誰から始めるとか、例えば最後の方の曲は神谷君から始めるとかってさっきちょっとね言ってたけど、はいはい、一応そういう合図っていうか、うん、スタートのポイントっていうのは一応決めるわけじゃないですか、まあ、出だしだけはね、その、うん、まあ、始め、うん、入るところは決めるだけで、うん、始まりと終わりがありますから、うん、そうね、うん、まあ合図はないか、でもないよね、うん、特になんか別にコンタクト取ってって感じじゃなく、うん、全然耳だけでいける感じでしたね、うんうん、やっぱりやっている間に合わせている間にこうなんとなく見えるものなんですか、今回はこんな感じだなとか、こういう手応えだなとか、うん、まあ僕は結構その千葉君も岡田君も、まあ3人の音楽性というか、お互いが何を聴いてるかっていう自分が知ってる範囲の何かこう感覚を持ち合わせながらやろうかなと思ってたんだけど、そうなんだ、なんとなくまあどこまでお互いのこと知ってるかっていうのはあれだけど、この長年の中で、そう、僕すごいダサいこともよくするんで、あ、ごめんなさい、ダサくないけど、あのダサいことにもいけるんで、どういうのダサいのっていや、あの お決まりのものってあるじゃないですか、お決まりのフィルとかって、例えばドラムでも言うと、まあ、お決まり感ってすぐ出そうと思えば出せるんですよね、もう簡単にこう、うん、コンビニの飯みたいな感じというか、うん、でそういう方向にこうふと気づくと行きがちな時ってあって、うん、そうはせんのせんぞと思ってたけど、うん、そうね、そうするとの繰り返せないループができなくなる、ね、なんかあんまり、っていうところにはまるいいんだよねそれがいいんだよね、よかったと思います。いやいや、とはいえその岡ちゃんもそれこそなんだろう、ダサいって言い方変なんですけど、言ってもめっちゃベタな AOR も聞くし、そうっす ね、まあ、それをダサいと捉えるか捉えないかってすごいちょっとしたこう捉え方なんですけど、うんうん、まあね、そっちにも全然持っていけるしみたいな、なんかこういろんな、うんうん、なんだろう、やり方はありつつも、そうだ、ね、でもなんか今回その初めてっていう意味で、あの多分初めてだからやれたこともいっぱいあったのかなと思います、うんうん、逆に、うん、そうね、うん、これは今日本当にもうここにこれで聞いてた方みんなびっくりするぐらいすごく素晴らしい内容で、こうジャズの現場でね、具体的な名前挙げていいのか分かんないけど、ブルーノートとかビットインとかコットンクラブとかっていうとこで全然やれるような、やったら似合いそうな内容だったと思いますよ。やろっか、やりたいですね、やりたい、まあ、ちょっと今日ビギナーズラックだったかもしれないから、まずあの一発目だったんで、次ひどいライブかもありうるけど、まあでもそういう、まあでもなんか結構自由にこういう
なんだろう、即興的な演奏だとか、うん、そういう縛られないことができる場ってどんどん、うん、なんか僕昔そういうのよく学生時代見に行ってたけど、どん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 最近ないし、うん、まあもともと行ってもお客さん 2,3 人みたいなライブ多かったけど、でもそういう場とか若い人とか、うん、若い人ってか自分の同じ世代でいっぱい聴いてる人いたけど、みんないなくなっちゃったなって思うから、なんかそういう気軽に、だってネルスくらいだってポンとギターだけ持って、うん、なんか曲じゃん、曲っていうよりはもうフリーな演奏したりだとか、うん、なんかティム・バーンが行ってすぐよくライブやってるよ、1000円とかで見れるよみたいなライブとか向こうだとあるから、うん、なんか、うん、即興やることを目的っていうよりはなんかこう、なんだろう、気軽にみんな友達で集まって演奏してみたいな場が、うん、今日みたいな感じであると楽しいですよ ね、何やるって決めないったりしないで、うん、とかは思いましたね、うん、なんかそう、結局さっきもかちゃんも言ったんですけど、全員曲を僕らは作るんで、うんうん、なんか曲作ろうぜみたいな感覚には近くて、まあこれが ね、そのお決まりのなんか、うん、スタンダード曲をみんなで演奏するとはまたちょっと違うじゃないですか、うん、そのインプロって、ね、だからなんかすごいいいことですよね、うん、こういう場が、さっきの場が、うん、いいことっていうか、本当純粋にたくさん場所、そういう場所があればいいし、なんかそういう人が集まるのもいいよね、うん、確かに夢があるね、うんうん、で僕は思いました、ビギナー的にはちょっとツアーをやってほしい感じが、これで ね、この3人でツアーやってほしい感じはしますけど、行きたいですね、行きたいな、やりましょうか、ね、落ち着いたら、ねね、ぜひ企画してほしい、うんね、はい、これを見てもらった反応も見つつね、うん、いや呼びたいって人で、ね、そういう人がいたら呼んでほしいっていうか、ね、そうですね、うん、どこでも行くんで、行きます、どこでもね、うん、ニューヨークでも行きたいな、ニューヨークから LA でも、LA からどこでも、サウジアラビアでも行きますよ、うんうん、